会見を始めさせていただきます本日5件でございます。それでは、今年最後の定例記者会見を行いたいと思います。まず、ソフトジャパンの選手の来訪についてであります。ご承知のように、出雲市では令和元年11月のソフトボール女子トップ日本代表によるソフトジャパン出雲キャンプを開催したご縁から日本代表の皆様の東京2020オリンピックでの活躍を応援してまいりました。決勝戦ではパブリックビューイングをしたりとかしながら応援をしてきたところでございます。この度オリンピックで見事金メダルを獲得されたソフトジャパンの皆様が、出雲市に来訪されることとなりました。そしてこの来訪に合わせて選手と中高生のソフトボール部員との交流会およびソフトジャパン出雲キャンプ記念碑の除幕式を開催いたします。期間につきましては来年の1月14日金曜日と15日の土曜日であります。来訪者は、選手の方が、後藤美優選手、川端ひとみ選手、山崎早紀選手であります。であとチームリーダーとして、矢端氏が、来訪されるということであります。イベントの内容ですけども、交流会の方は15日に行いまして、土曜日に10時から神谷アリーナの方で、選手による、中学校高校の女子ソフトボール部員を対象とした、ソフトボールのクリニックを実施をいたします。また、その後、13時30分から、出雲ドームの入り口付近でですね、そのキャンプの記念碑の除幕式を行います。これは、出雲キャンプに参加した選手19名と監督の手形を活用した記念碑となっております。次に、第48期岡田美術館杯女流名人戦5番勝負第2局の開催についてであります。これは、将棋の女流棋戦であります、岡田美術館杯女流名人戦5番勝負の第2局を出雲市で開催するものであります。出雲市出身の里見香奈女流名人と挑戦者である伊藤沙恵女流三段の対局になります。里見香奈女流名人は、女流名人を現在12連覇中で、ございまして、この記録をまた今回、防衛されると13連覇がかかった防衛戦となるということであります。また、対局者のですね、伊藤沙恵女流三段は、3期ぶり3回目の女流名人戦の挑戦となっております。平成30年、平成31年に、出雲に来て、挑戦しておられるということであります。対局は、1月23日日曜日の9時から、出雲文化伝承館の将来亭にて行います。一般の方は対局会場には入れませんが、同じくですね、13時30分から出雲文化伝承館の縁結び交流館にて、対局の様子や展望が棋士の方から解説してもらう大盤解説会を開催いたします。これにはですね、無料ではございますが、応募していただく必要がございますので、往復はがきで、応募いただきたいというふうに思っております。1月7日までに届くとですね、観戦が大盤解説会に参加できるということでありますので、よろしくお願いしたいと思います。また、YouTube でも配信をしておりまして、
出雲市の YouTube の公式チャンネルで、無料で生配信を行います。まあ、ちなみに昨年はリアルタイムで約4000人が視聴していただきまして、視聴回数が5万2000回を超えたということで、全国の将棋ファンからも注目されておりますし、まあ、今までで出雲市で一番多い再生回数だったというふうにも、にもなっておりますので、また期待をしたいというふうに思っております。次に、日本博関連のプロジェクトでありまして、出雲の神楽の講演会の開催であります。これは令和2年1月25日に国立劇場で上演され、満員の観客を魅了した出雲の神楽を地元で再演するものであります。開催日は1月29日の土曜日で、昼と夜の2回公演となっております。会場は出雲市民会館であります。またこれは、出雲市民会館の開館40周年の記念事業の一つとしても行うものであります。出演団体、解説者はですね、これも国立劇場の公演等で一緒でありまして、まず、佐田親王保存会の皆さん、そして大土地神楽保存会神楽方の皆さん、解説は万九千神社の錦田剛さんに行っていただくということになっております。演目の方も国立劇場公演と同じ内容でありまして、同じでありますけれども、一部と二部とでは内容が異なるということであります。入場料は第1部、第2部それぞれ一般800円、中学生以下500円となっております。ただ共通券もございまして、セット券ですね、第1部、第2部の、セット券は一般が1500円、中学生以下が1000円となっております。チケット販売は出雲市民会館はじめ、市民文化施設、市内の文化施設のほかローソンのチケットで販売をしておるところであります。また公演当日は同じ出雲市民会館のホワイエ、1階のロビーというかの部分でありますけれども、ここで、出雲神楽展を同時開催しております。まあロビーといってもチケットで入って来られた方だけがちょっとご覧にできるということでありますけれども、またもう一つですね、今回のこの出雲の神楽は日本博事業の一環であることから、外国人住民の方々にも多数来場いただきたいと考えておりまして、まず一つに外国人住民の方50名の無料招待、次に英語版、ポルトガル語版の当日パンフレットの配布、次に英語の字幕入りの紹介映像の上映、最後に5カ国語対応の紹介パンフレットの配布を予定しておりますので、ぜひ多くの皆様に日本の文化に触れていただきたいというふうに思います。次に、冬の出雲誘客キャンペーンについてであります。冬の時期のですね、観光需要回復に向けて、旅行の喚起及び、冬季の閑散期における本市への来訪を促すため、冬季のキャンペーンを行います。まず一つにはテレビアニメシャーマンキングとコラボ企画、メラ旅 in 神々の国出雲ということで、テレビアニメシャーマンキングと出雲観光協会とのコラボにより、主人公である朝倉陽のふるさとである出雲市内各地を巡るアニメツーリズムを実施いたします。まず一つには、市内8カ所を巡るデジタルスタンプラリーであります。各スポットでは主人公の朝倉陽が、音声でご案内をするということであります。
まあ、8箇所あります、まあ、ご覧いただければと思います。あの夏の方もやりまして、伝承館、日の岬、東大、出雲大社駅の方は夏もありましたけども、新たに5箇所、そのスタンプラリーのスポットが増えております。また市内の飲食店において、フードとドリンクの販売をしておりまして、まあ、この期間中ですね、出雲市内の飲食店で、こうオリジナルコースターが8枚もらえるようなお店もあるということでございます。また、市内の宿泊者等へのオリジナルポストカードのプレゼント、また出雲限定コラボグッズの販売、これは5店舗で、行っております。またJR 出雲市駅のホームでは主人公のアナウンスによるお出迎えがありますし、ヤクモの特急ヤクモの車内にはポスターも展示されておるということでございます。詳しい店舗とか、その辺につきましてはウェブサイト等からですね、またご確認願えればというふうに思います。ですね、次に、冬の出雲グルメキャンペーンであります。冬の出雲の美味しい料理とお店を全国に向けて PR、そして島根和牛が当たるスタンプラリーやのどぐろセットがもらえるフォトコンテストも実施するということでありまして、この実施期間が、令和4年の1月1日から2月28日の2ヶ月間になっております。今現在ですけども、市内67店舗が参加しています。まだまだ随時参加店を募ってますんで、まだ増えていくものだと思っておりますけども、参加していただいております。そうした中でお店の紹介の、動画を作っていらっしゃるところもありますし、冬の出雲グルメスタンプラリーを開催ということで、参加店舗を巡ってですね、モバイルスタンプラリーを開催してですね、抽選で、島根和牛が当たるということでありますし、また冬の出雲、これインスタのフォトコンテストも開催しておりまして、入賞者の方にはのどぐろセットをプレゼントするということであります。詳しいキャンペーンの詳細や参加店舗については、またホームページ等でご覧いただければというふうに思います。出雲のグルメで検索すれば出てくるのかなというふうに思っております。次に第5回三崎ナイトフェスタ、出雲神楽と石見神楽神話へのいざないということでありまして、日の岬の地で舞う、神楽の新春特別企画を開催をいたします。開催日は、令和4年の1月23日日曜日の15時から18時となっておりまして、旧日の岬小学校の体育館で行います。まあ、内容としては先ほど見ましたように出雲神楽と石見神楽の共演を行います。次に出雲の日記念事業であります。まず1月26日は出雲の日ということで、ありまして、これを含んだ前後1週間ですか、1月25日から31日を出雲ウィークといたしまして、この期間中に、出雲大社や神門通り等で記念イベントを開催いたします。開催期間は今言った通りであります。実施内容といたしましては、出雲の日夜神楽特別祈祷、これは28、29日のみ、また出雲の日、出雲大社八ツ橋門特別参拝でありますが、これは市内の宿泊者限定の事業となっております。
その他にも出雲ウィークの門前イベントであったりですね、スタンプラリー、またおいしい出雲の商品展示、物産展、地酒の販売、そば湯の振る舞いなど、この1週間、出雲の日記念事業として、行わせていただきます。それとも一つは、11月からすでに、始まっておりますけれども、出雲そば旅でありまして、出雲のそばを全国に PR するイベントを、来年の2月28日まで行っているところであります。内容は前回申し上げました通り、スタンプモバイルによるスタンプラリー、フォト動画のコンテスト、そば打ち体験、あとキーワード集め等々になっております。次に宿泊の特典でありますけども、これは、冬の出雲、観光応援クーポン、事業であります。市内に宿泊された方に、飲食店やお土産店等で利用できるクーポン券を発行しております。1人2000円ですが、500円券が4枚になっております。発行が3万組を予定しておりまして、なくなり次第終了ということで、1月1日から3月1日まで、利用いただけるということであります。次に、宿泊割引クーポンの発行であります。これは楽天トラベルの宿泊予約サイトにおいて出雲市独自の宿泊割引クーポンを発行いたします。一組5000円割引まして、2000組発行いたします。第1弾で1000組、第2弾で1000組であります。宿泊対象期間が、令和4年の1月4日から2月28日ということであります。一組2名以上、宿泊料金1万円以上等々ありますけれども、第1弾が中国地方在住者以外の方、そして第2弾は、その指定がなく誰にでもということになっています。予約開始日は、第1弾が12月13日、第2弾が来年の1月中旬を予定をしておるところであります。次にですね、冬の出雲を彩るイルミネーションキャンペーンとしてですね、今、冬の出雲の誘客について説明をしたところでありますけれども、冬の出雲を楽しむイルミネーションが今、あちらこちらで始まっております。観光客の皆様にも楽しんでいただきたいわけですが、地元の皆様にもぜひご覧いただければというふうに思っております。今ですね、この市役所の段々広場では約3万球の明かりがですね、出雲商工会議所青年部と島根県電気工事工業組合青年部の皆さんにより明日12月25日の22時まで点灯されています。また中心、商店街、いまいちの中心商店街では四つ角噴水広場や駅通りに趣向を凝らしたイルミネーションが飾られ、駅前でも市とアトネスが一緒になり夜の出雲を盛り上げるイルミネーションを先般点灯させていただいたところであります。感染対策をしっかりととってですね、出雲の夜も、皆さんで、お楽しみいただけたらというふうに思っております。次に、令和4年の正月における、大社地域の交通渋滞対策についてであります。これは県の支援を受けて、また出雲大社、出雲教からの協力も得ながら、大社交通渋滞対策実行委員会により取り組みを行うものであります。実施期間は、今年は12月31日の金曜日、そして、年明けの1月1日2日3日この4日間実施いたします。対策の概要といたしましては、まず交通規制につきましては、12月31日の22時から1月1日の朝の4時まで、
これは聖だまりの交差点から旗小屋前三叉路歩行者用道路、また歴博の西の交差点から聖だまり西の交差点付近までであります。1月1日から3日については9時から16時までとなっておりまして、聖だまり交差点での交通規制、また主要交差点および出雲大社周辺駐車場への警備員を配置をして進めてまいります。また無料シャトルバスを運行いたします。浜山公園から御苑広場まで、これは1月の1日2日3日に運行して、運行時間が10時から5時まで20分間隔で運行いたします。浜山公園第一駐車場は400台駐車場のスペースがあるということであります。次に、出雲大社周辺の無料駐車場の確保でありまして、マイカーでいらっしゃる方々の駐車場、出雲大社周辺にですね、約2100台、今確保しておりますので、確保しているところであります。次にバスコントロールということで、団体のバスもコントロールしていきながら、やっていきますし、また雲州平田駅と出雲大社の駅前の一畑電車を利用したパーク&ライド、これもぜひご利用いただければというふうに思います。雲州平田駅の周辺ではパーク&ライド用の無料駐車場が428台分確保してありますので、電車を利用してですね、ぜひ参拝していただければというふうに思います。その他案内板の設置とか情報発信とかしてまいりたいと思いますので、またどうかさまざまな媒体をご確認していただきながら、三が日参拝していただければというふうに思います。それではここまでのところでご質問がありましたらお願いをいたします。何かご質問がありますでしょうか。最長新報の月森です。ソフトジャパンの選手がいらっしゃるということで、このタイミングでいらっしゃる経緯と、あと市は本来15日の予定があるんですけど、14日いらっしゃるということで、14日に何か予定があったり、市長はどういったタイミングで選手と会われて何かこうお伝えすることがあったりとか、お話することがあるんでしょうか。じゃあ予定、経緯と予定について、今回の、スケジュールになった予定に経緯につきましては、オリンピックが終わったところからですね、ぜひ凱旋をというお話はさせてきていただいておりましたけれども、ましてコロナウイルスが拡大していたということで、なかなか実現できなかったというところがございます。それで11月ぐらいに、こうしてコロナウイルスがちょっと収まりを見せたということで、改めて日本ソフトボール協会の方と調整させていただいた結果、今回の日程になったということでございます。14日の予定は、14日につきましては移動日ということで決まったスケジュールはございません。で、私は交流会見学しに行こうかなと思ってます。あと正式には除幕式に参加いたします。他にご質問ありますでしょうか。毎日新聞でもそうです。シャーマンキングとのコラボ企画なんですけど、これ今回新たな要素というか、新しく行う取り組みとかっていうのは何かあるんでしょうか。新しい取り組み、
具体的に新たな取り組みということでご説明いたしますと、7月にですね、シャーマンキングのゴーイングイズモ展ということで、開催、しております。それは原画展と、マスタークラリーということで開催しておりますけれども、今回については当時したスタンプラリーについても、スポットを増やして、その作品の登場3箇所プラス観光地5箇所を周遊していただくようなスタンプラリーを企画しています。またこの先ほど市長も申し上げましたが、このコラボフードドリンクの販売だったりとか、市内の宿泊者等へのオリジナルお酒をプレゼント、あと、JR とですね、連携をしまして、この出雲市駅で主人公のアナウンスであったり、JR 役場ですね、役場の中の車内広告をシャーマンキングでジャックしようというような新たな取り組みが行います。以上です。それとコラボフードとドリンクなんですけど、具体的にどういうものかっていうのがご説明できますか。コラボフードとドリンクについてはですね、ホームページとかでちょっとまだ掲載が決まってなくてですね、もう近日中にこれは掲載をされる予定でございます。よろしくお願いいたします。他にご質問ありますでしょうか。はい、行事予定は、9日の日曜日に、令和4年度の、出雲市の成人式を行います。出雲ドームで、11時から11時30分まで行います。次に10日の月曜日には、出雲市の消防出雲式を、これも出雲ドームで、9時から10時まで行うということであります。その他の予定につきましては、今日の前段の主な内容のところで、結構説明させていただいたんで、この2つを紹介させていただきたいというふうに思います。行事予定について何かご質問がございますでしょうか。よろしいでしょうか。そういったことその他他のことでご質問がありましたらお願いいたします。ご質問ありますでしょうか。はい、参院長進行の松本です。原発に関してなんですけれども、先日県議会の特別委員会がございましてですね、中村委員長が、意見集約なんかの日程についてですけれども、県議会の2月定例の集約は難しいということで、それ以降になるんじゃないかという見方を示しておられたんですけれども、それに関連してなんですが、過去にも何度かお聞きはしてるんですけれども、現段階でのですね、今この2号機の再稼働について市長としてですね、都合にその方向性を、出されるのか、そのあたりのスケジュールについてどういうふうにお考えでしょうか。県会のことは県会ではそういうふうなご判断されたということでありますけども、私としては以前からと同じ回答でありまして、今現時点においてはいつまでにとかいつだとか、そのような判断の時期を示す時期を今のところ示せるものを持ってないです。まだそういう、白紙というか、まだ決めてないということですね。例えばどういう段階になったりとかですね、どういうふうになればその判断ができるというふうなことになるんでしょうか。以前から申し上げてますように、さまざまな安全対策協議会であったりとか、
顧問会議であったりとか、まあ、議会もに対してもですね、いろいろとご意見を聞いたりとか、まだそういう段にも至ってないところでありますし、そういうことをやっていく中で、どこかで判断すべき時が来るのかなというふうに思っております。これはまた年明けからになると思うんですけれども、安泰教は年内に一度開かれておられますけれども、再度そうした安泰教であるとか顧問会議と開かれる予定であるとか、その必要性っていうのはあるんでしょうか。そのような方向で考えています。安全対策協議会とか開催する方向で考えているところであります。それは、市長が、最終的な判断をされる前ということですか。前回会議を招集して集まっていただいて、でその後ご意見も聞いて、県とか国とか、等々 のご意見も聞いたものをやっぱり返す場は必要かなと思っておりますので、そういう場を設営していきたいというふうに思います。分かりました。再度、もう一度、これ安泰教顧問会議も開かれるということですか。顧問会議のはどういうふうに開いていくのかちょっと今検討させて検討しているところです。個別の案件で聞いたりしていることもありますし、全体で開くのか、どういうふうにするのか、また今検討してますけども、いずれご意見を聞くという場は設けていきたいというふうに思います。あと、市としてもずっと中国電力に求めておられますけれども、安全協定については、まだプルトエックのですね、全人解除というのはないわけですけれども、その回答内容とですね、現段階ではフルストじゃないですけど、それとこの再稼働の判断の手続きというかですね、その部分については市長は別で進められていかれるということなんでしょうか。安全協定の改定も判断の材料かと思いますけども、それとは一つの中であって、あとその前から言うように安全性、必要性、避難の確保等々を考えて判断していくということであります。あと時期的なところにも絡むんですけれども、年明けからですね、住民投票を求めた署名活動も始まる予定ですけれども、そのあたり予定だと1月の11日から1ヶ月間ということですが、そのあたりにもその市長としてですね、市長としては考慮しなければならないっていうふうにお考えなのか、そのあたりでいかがでしょうか。まだ実際にかかってないところでありますし、その際には法律等に基づいてですね、対応していくことになろうかなというふうに思っております。わかりました。あとその最終判断の時期については、周辺の雲南市と安来市と、これはその歩調を合わせていかれるのか、このあたりはいかがかんでしょうか。安全協定等々には歩調を合わせて今いろいろと申し入れとか等々してますけど、判断については私はそれぞれの自治体がそれぞれ の考えとか等々に従って判断すべきものと思ってますので、出雲市は出雲市で独自に判断していきたいというふうに思います。ありました。あと、関連してなんですけど、別件なんで、この間県の方が、核燃料税の件でですね、分配、交付金の額をですね、来年度から、増額するということもありましたけれども、最低でも今よりも5000万円増えるということで、8000万円という保証がということだったんですけれども、こういった判断されたということについての市長としてのその、考え評価というのはどういうふうに考えでしょうか。やはり我々も避難計画を作ったりとかですね、防災、原子力防災に対する
まあ、備え等々していかなければいけませんので、そういう面においてですね、しっかりと、まあ、財源的な手当ができていくというのは一つの成果ではなかろうかなと思っています。従来ここはやりたかったんだけどなかなかできなかった部分であるとか、そういったものというのは具体的に何かあったりするんでしょうか。何がですか。通勤住防災に関してですね、その前予算つけたいけれどもなかなかその、難しかった部分とですねあったりするものなのか、何か具体的に何でか教えていただけますか。具体的にというか、まあ、これからいろいろな課題もあろうかと思いますので、それに対して一つずつそういう例えば、まあ、足らないというかこれからどうやって情報伝達をしていくのか、例えば鳥取県アプリ使って作っておられるとか、そういうこととか研究していくこともあろうかと思いますし、まあですね、訓練においてもやはり、大掛かりにやろうと思ったらそれなりに財政的な負担もあるわけでありますから、そういう意味ではこれから、特に避難計画の、まあ、実効性をさらに確保していくという意味ではしっかりと手当てしていきたいなというふうに思います。現段階で使い道としてはそうした避難計画の実効性の向上であるとか、そういったところに当てていかれる考えですか。そうですね、原子力防災とか防災とかそういうものにを念頭にいきたいなと。分かりました。具体的に今のところこれっていうのは何とか考えられますか。まあ、これからしっかりと。分かりました。すいません、ありがとうございます。他にご質問がありますでしょうか。三条新聞の月森です。子どもへの10万円の給付の件なんですが、国の対応方針が変わったりもしたことで、県内最低限他の省庁なんかでは一括する年内10万円給付ということを決めたところもありますけど、出雲市の方は、まあ、年内の支給については2倍に分けるというところで、どうして緩和できなかっただったりしなかったというところを市長のお考えをさせていただければと思います。まあ国の方針がおっしゃるように2点3点する中で、さまざまな方法支給の仕方を考えてきたところでありますけれども、もうすでに年内5万円を現金支給するということで最終段階に入ってきていてですね、まあ、なかなか確実にしっかりとお届けするということで、まあ、2回に分けたということ、まあ、また年またいでも入学とか進学される前でありますので、そこでしっかりと行き届くように、まあなるべく早くって議会の最終日にも1月中旬には2回目を、支給したいというふうに、お伝えしてありますので、そのスケジュールにのっとって速やかにいきたいと思います。まあ国の方も地域の、事情を勘案しということがございましたので、そういうことだというふうに思います。今年最後の定例会見ですので、今年やりたかったけどできなかったことがあって、来年必ずこれはやりたいということがあるかなと思っています。やはりコロナでですね、いろんな活動が制限されたということで、私たち自身もですけども計画してたことがやっぱり中止になったにしたのは残念であります。こちらからのイベントだったりとか、例えば誘客であったりとか、やはり大きく、観光であったりとか経済であったりとか、まあ様々な面を大きく動かせなかったというのは、まあ全体的にですね、まあ、来年は、まあ、早くコロナ収束してですね、通常の出雲の力といいますか、魅力が十分に発揮できるようにしていきたいなというふうに思います。具体的に
来年何かこれだけはやりたいとかあったり、これを進めたいことはありますか。まあ、来年、今総合振興計画作ってますんで、これから、実際その案を持って各地域に出向いたりとか、さまざまな方々と会いますんで、そこで、いろいろな意見交換をしてですね、皆さんが思っておられること、を十分に聞いてですね、誰もで、これからの、まあ、8年、まあ、10年、未来に向かってですね、どういう出雲を一緒になって描いていける、まあ、そういうような期待感を持っているところです。他にご質問ありますでしょうか。読売新聞の中村です。旧大社基地のことについてお聞きしたいんですけど、まあ、今出雲市さんが歴史学習目的で、まあ、調査を今月、まあ、もう終わったみたいなものだと思うんですけど、まあ、そうなるともう来年になるといよいよ、まあ、有本さんがいろいろやっていくということで、飯塚市長が、まあ、出雲市で生まれ育った飯塚さんが、まあ、戦争遺産というか戦争遺跡というか、そういった旧大社基地が、まあ、なくなってしまうわけじゃないですけど、一部が、まあ、保存されるという動きはあるらしいですけど、大きな滑走路がなくなるということについて飯塚市長の意見というか、お気持ちをちょっと聞かせていただけたらなと思います。まあ、さまざまな考え方あろうかと思います。まあ、戦争に対するこう悲惨さとかですね、そういうものをやっぱ風化させてはならないという思いはありますし、私も民間にいた時にですね、まあ、メディアのこともやってて、その時に痛切に思ったのは、やはり高齢者の方々がですね、やっぱりまだ現役の頃というのはなかなかその戦争の体験をこう語られなかったんですけども、年を重ねられるにつれてですね、やっぱりこの当時の悲惨さであったりとかですね、思いであったりとか、やっぱそういうものをやっぱりきちんと伝えなければならないということで、番組をですね、ぐわっとってですね、いろんな体験をこう、まとめたりもしてました。まあ、そういう意味ではきちんとしたそういうようなことで、で今回も今調査してですね、これをしっかりと生かしていって、平和学習等々に活用させてもらいたいというのが私の考えであります。ちょっと言い方が悪いんですけど、まあ、なくなってしまうというのは致し方がないこと、もちろん歴史学習と平和学習としては残すということなんですけど、まあ、2万7000平方メートルという大きなものはなくなってしまうというのは致し方がないというふうに考えているんでしょうか。まあ、今実際民間の方が取得しておられて、いろんなことを考えていらっしゃるんで、そういうことでの中でですね、まあ、個人としてというか市としてもそれを中断してくださいとか、そういう立場ではないというふうに思っています。他にご質問ありますでしょうか。毎日の場所です。さっきの大社基地の質問に関連してるんですけども、12月中旬頃から現地調査の方が進められていて、現時点で何か明らかになったことで今お話しできることはありますでしょうか。それはちょっと市民部局の西野です。ご案内の通り現在調査中でして、まだ全てが分かっておりませんので、この段階でお話しできることはございません。ありがとうございます。それと今回 現地調査の範囲が市内の民間企業が所有する範囲というところで、かなり限定的な範囲だという見方もあると思うんですけど、基地の全体とか分からない調査ということにどれだけの意義があるのか、市長のお考えを聞かせていただけますでしょうか。
引き続きお答えします。今回、民間が取得されたところを調査を中止しておりますけれども、今後ですね、今回できることは開発が始まってしまうので、現状がなくなる恐れがあるので、現段階取れるところを取得ちゃんと取るということであります。で、代謝基地につきましては、軍という扱いにしておりますので、今後一夜ということは未定なんですけれども、滑走路に限らず延滞号ですとか、周辺施設についても調査をしていきたいという趣旨の気持ちでございます。以上です。はい、ありがとうございます。それとちょっと関連してなんですけども、これまで代謝基地の調査とか保存を求めていらっしゃった県内の学術団体など3団体の方がですね、代謝基地について国の指定史跡に値するんじゃないかっていうようなお話もされていたことがあるんですけど、出雲市としてその代謝基地跡っていうのが国の指定史跡に値するかどうかっていうところはどのようにお考えなんでしょうか。市長、伺います。国、県、市に対してそういう国主席の指定の要望があることは承知はしておりますけれども、先ほど言ったようにですね、事業者、購入された事業者がいらっしゃる、中で、適切な手続きによって購入されたわけでありますので、そうした中で、市としては、中断、さっきと言った通りです、もう中断してくださいとか、そういうことではないということであります。他にご質問ありますでしょうか。すいません、4月にですね、市長に就任をされてですね、今年も最後で終わるわけですけれども、市長として、この就任後のですね、ここまでを振り返ってみてですね、市長としての仕事の、自身への評価というかですね、そういったこととですね、振り返ってこの1年間、思い出に残ったことっていうのはどういったことがあったんでしょうか。私の評価は私ではなかなか難しいなと思ってますけども、コロナへの対策とかやっぱり災害がですね、7月8月あって全市一斉に避難指示を出させていただくこととかですね、やはり市民の皆さんの生命、財産、安心安全、そういうものをやはりその、しっかりと守っていかなきゃいけない、またその判断を間違いのないようにといいますか、きちんとしなければならないというその責任感の重さをですね、痛感しているところであります。何か思い出になるエピソードというのはありましたでしょうか。エピソード、エピソードとか、どうですかね。やっぱり災害とかやっぱりそういうのが日々状況も変わっていきますし、その場面場面、どの場面だったか分かりませんけど、自衛隊の皆様にも協力要請をしたいとかですね、さまざまなところで判断をしていかなければならなかったことですかね。すみません、先ほどの話、質問ともちょっとかぶるんですけれども、そうしたお年を踏まえてですね、来年は市政のような、一年にしたいか、そのあたりの希望というのはいかがでしょうか。では、さっきもお答えしたように、出雲の魅力は、早くコロナが収束してこの魅力はしっかりと発信できるようにしてまいりたいと思いますし、初心でも掲げたような脱炭素社会でありデジタル化であったりとかですね、そういうものは、しっかりと進めていけるような、政策なり何なりしていきたいというふうに思います。わかりました、ありがとうございます。他にご質問ありますでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは会見を終了いたします。ありがとうございました。